ご乗車お願いを申し上げます。中山成明でございます。お疲れ様でございます。中山成明でございます。お集まりくださいませ。中山成明でございます。もうすでにお集まりをいただいておりますが、繰り返しご案内を申し上げます。もう間もなくのお始まりとなりますが、12時50分から、中山成明の街頭演説会を開催いたします。中山成明の街頭演説会を、ただいまより日本維新の会政党演説会を開催いたします。開会の挨拶を中山成明選対本部長九島時雄が申し上げます。皆様こんにちは。寒い中にたくさんの皆様方のご参集をいただきまして、中山成明を盛り立てていただきますことを熱く御礼申し上げます。ただいま中山候補は毎日皆様方の期待に沿って頑張っております。必ずや初期の目的が達成しますように、皆様方から一歩一歩の積み上げをお願い申し上げまして、私のお願いに変えさせていただきます。ありがとうございます。まずはじめに宮崎県議会議員途中の会代表有岡浩一様に激励のご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。皆様こんにちは。私は地元県議の有岡でございます。今日は宮崎にとって中山成明候補が必要だというお話を皆様方にしたいと参りました。宮崎県をみんなで盛り上げるために、宮崎県の今の現状をどう感じていらっしゃるでしょうか。大変疲弊した厳しい現状を肌身を持って皆さん感じていらっしゃると思います。宮崎県の現状は車の保有台数九州で1位です。ところが国道県道市町村の整備率は九州でワースト1位、社会資本整備が遅れております。これは毎年予算が削られ現状維持が精一杯、これが今の現状です。そして救急医療体制をお話します。救急車を呼んでも現場について医療機関に5件10件電話をしても搬送先が決まらない、1時間以上待たされる、これが今の医療現場で起こっております。命を守るべきこの取り組みが遅れている。奈良県の事例をお話しました。 0.5 次医療宮崎に必要じゃないか、担当側必要だから、ところが予算が取れない、やりたいけどもできない、これが宮崎県の現状です。行政がやるべき命を守ることが遅れてしまっている、これが今の宮崎の現状です。これを打開できるのはこの中山成明候補しかいません。6名の候補の中で中山候補しかいません。
育に熱心な中山候補、これは中山候補が高校生の時にお父様を亡くなっております、他界しております。苦しい中で勉学に励まれ、苦しい経験をして教育の大切さを持ってこられた中山先生だからこそ、次の世代の子供たちに力を与えていただける、そう信じて我々は最後の最後まで戦います。どうぞ皆様、中山先生をよろしくよろしくお願いいたします。もう間もなく石原慎太郎代表がお見えになるということでございます。それでは続きまして状況ですので、あとしばらくお待ちください。それではですね、これまで代表の子として中山田礼を支えてこられました奥様であります中山京子参議院議員から皆様にお願いを申し上げます。ありがとうございます。心から感謝申し上げます。この3年間中山成明宮崎のために働きたいと思っていても動けませんでした。本当に校庭駅の時も本当に残念な思いをいたしてまいりました。彼は中山成明は宮崎のために必死で動こう、活動しよう、役に立ちたい、そのように思って子どもの頃から育ってまいります。すべてを捧げて宮崎のため、国のために働く、その覚悟ができております。今石原慎太郎さんがもうすぐこちらに到着なさいますので、しばらくの間お待ちいただけたらと思いますが、この間を借りて私自身少しお話しさせていただきます。あ、ご到着ですね。私たち石原慎太郎代表、橋本徹代表代行、そして平沼武雄国会議員代表とともに新しい政治の流れを作りたいと思って一緒に活動しているところでございます。今維新の会代表石原慎太郎さんが到着されました。皆さんこんにちは。こんにちは。日本維新の会の石原です。田中真紀子の表現によると暴走老人の石原慎太郎でございます。あの暴走婆さんの田中さんもなかなかうまいこと言うと思ってね、私はもっぱら自分で愛称しておりますけども、まあ、皆さんのこの年になると私はですね、こういうその既存の政治に飽き足りない仲間、あるいはもっと若い仲間たちと一緒にね、新しい政党を作ってやろうというです、ね、その訳を一つ聞いていただきたいと思います。まあ、皆さん今この日本について
何を考えてらっしゃるか、どう感じてらっしゃるか、おそらくどなたもですね、この国はこの先どうなるんだろうかな、下手すると沈んじゃうんじゃないかな、そういう気がしてらっしゃると思いますね。とにかく世界中経済不況です。この日本もそうですし、まあ隣の韓国からバカにされたり、シナからバカにされたり、人もさらわれてですね、中山さんなんか担当の大臣で苦労されたけども、何かそれに対してこうもうちょっと強い力で向かうことができない、一体どうなるのかなという気がしていると私は思いますね。私がね、この年になってこの決心したいろんな理由がありますけど、一番最近の一つの理由は、今年ね、92歳になる戦争未亡人がある歌を書いた。それ私その歌読んでね、感動というか心打たれましたよ。こういう歌なんです。書くまでも醜く国になりたれば、捧げし人のただに惜しまぬ。書くまでも醜く国になりたれば、捧げし人のただに惜しまぬ。この人はね、20そこそこで結婚して、旦那さんがすぐ出世して亡くなられた。お腹に子供を宿して、その子供を産んで、父親の顔に知らない子供をずっと育てて、ご主人のね、ご両親を見とって、まあ、そのお子さんも結婚し、孫のお手に日頃ができたかも知らないが、90を越した今になってね、この日本を眺めると、自分が本当に短時間でしかなかったけど、愛し合った夫が一体何のために死んだんだろうか。それをですね、何度も何度も口をし、腹立たしい思いでこの歌を読んだと思いますね。私ね、実は私の家内も戦争未亡人の子供なんで、お母さんのお腹にいる時にお父さんが中止戦線で亡くなって、お父さんの顔を知らない、お父さんも可愛い女の子が生まれたことを知らないで亡くなった。残念ながらお母さん40代で亡くなったんでね、もし90まで生きてたらこの未亡人と同じ気持ちで同じ歌を読んだかもしれませんよ。まあ皆さんね、本当にこの国どうなるんだろうという、そういう気持ちしてらっしゃると思いますが、ただね、この国はまだ力ある、本当は力がある。それはね、みんなあんまり知らないしね、国の政治やってる連中もそれを知ってるか知らないか、その力をうまく使えない。例えばね、この国の借金はね、938兆円もあります。国の予算がだいたい1年間100兆円ですから、10倍近い、ね、借金抱えてるこの国は。しかしね、その借金は外国に対する借金じゃないし、国債をみんなが買ってらっしゃるし、逆にですね、皆さんの持ってらっしゃる個人の金融資産、これはね、皆さんの貯金、あるいはね、皆さんが買って持ってらっしゃる株、あるいは使い捨てじゃなしにね、みんな長寿社会になりましたが、やがてね、戻ってくるですね、保険、こういったものを総額合わせるとね、この日本のダブついてるお金は1515兆もあるんです。ダブついてるお金はお話をするのがよくしてるので、しかしその金をうまく使えないなんかね。例えばね、あまり皆さんとか言うんじゃないのかな、あの昔の一万円札って言ったら聖徳太子だったでしょ。でね、今一万円札が変わって福沢諭吉になりましたけど、あの聖徳太子のままに貯金でタンス預金してる人がたくさんいる。その総額はね、2000億円もあるんですよ。皆さんがあんまいるんじゃないの、相当タンスの中にね、聖徳太子隠してる人が。この間ね、ある新聞社のトップから聞いたんだけども、どうもやっぱり古いお札持ちすぎて長くなりすぎて具合悪いから、税理士に相談して、ある人は160億円変えてくれって言った。もう一人の人はなんと300億円聖徳太子で福沢諭吉に変えてくれって頼んだら、税理士がですね、あんまり額が多いんでね、もうそれは時効にはなってるかもしれないけど、一体こういう蓄財をどうやってしたんですかと調べられたら厄介なことになるかもしれませんよって言ったら、じゃあやめたって言ってね、その人そのまま聖徳太子持ってる。こんなにお金がダブついてる国ってめったにないんですよ。しかもそれがね、何だって現れてるかというと円高な、円高もこれは逆転取ればいろんなことができるんですけど、なかなかそれうまくいってませんが、なんで依然として円が高いか、円が高いために、ね、日本の商品が売りにくくなった。しかしね、輸入するものは安く買えるようになった。
いずれにしろなんで円が高いかって言ったらね、世界中のエコノミスト、世界中のね経済の専門家は日本のお金がダウンついてるのを知ってるからなんです。アメリカはね、アメリカ人自身がドルを使用できなくなっちゃった。これは皆さんよくご存知の風と共に去りの有名なアトランタがあるあのジョージア州の州議会がね、アメリカ州って日本の県と違っていろいろ力がある。だから勝手に税金を変えた。その税法を何て変えたかっていうとね、州の州民は州の税金を抑えてくれるときにもうドルはいらない、ドルは信用できないから金を買って金で納めろ、会員で決めちゃった。これ大問題になりましてね、ワシントンが大騒ぎになって、これは圧力をかけて一回中止させたんですけども、アメリカ人自身が自分のドルを、ね、信じてない。そのありさまだ。日本はですね、世界中がやっぱり円がいい、円が強いということで円高が続いてる。これは日本の実は隠された強さの一つですよ。もう一つはね、日本人のこの頭脳なの、頭脳、日本人のこの技術の開発力、これは大変なものですよ。21世紀に入って日本人が取った自然科学のノーベル賞の数は、日本人が取った自然科学のノーベル賞の数はヨーロッパ全体と同じなんです。これは大変なものですよ。ノーベル賞までいい加減のがたくさんある。例えばね、平和賞なんてね、これ立派な人がいる。しかしね、オバマが何でもらったの、この間世界中の核兵器なくしましょう、イエス・ウィー・キャン、みんな感動してノーベル賞を与えた。3ヶ月経ってアメリカは新しい核兵器を開発しだしたじゃないですか。ノーベル経済学賞もね、いい加減な、これはね、アメリカでよく取るんだけども、ノーベル賞の経済学賞を取った学者が作った会社で潰れた会社がいっぱいありますよ。それに比べると自然科学だけはね、これはやっぱり信憑性が高くて全体的な価値がある。この間だって京都大学の山中教授、わずか50歳、この人がね、人類の将来を左右しかねない、今まで絶対治らないとされた病気が治るかもしれない新しい細胞で人工的に作ることで成功した。世界中が飛び上がって喜んで、この若い学者にですね、ノーベル賞を差し上げた。嬉しいことですね。ところがね、日本の政府はずっと知らん顔してきた。そして今になって慌てて5億円の援助を出すようになったけど、こういう実例ってのはもう日本中にたくさんある。東京なんかね、ちっちゃな会社でも素晴らしい発明してる会社がいっぱいあるけども、私はね、その商品、小さな会社にね、年間投与なんでね、新しい技術を開発したその会社に賞金を出すようにしました。わずかなものですけど、でもね、素晴らしい発明があるんですよ。東京のね、5人が10人やってる会社が今年グランプリとは、その発明はネジなんだ、新しい。どういうネジかって言って、1回締めてワッシャーをかましたらですね、なんとかましたら絶対緩まないネジ。私のこのメガネをね、支えてるツルのネジもそうですしね、ちっちゃなこんな大きなね、プレートが大きな車両に使うようなネジも、これ溝の切り方が独特で、1回締めたら絶対に緩まない。世界中にこれ通用する立派な発明なのに、いても通算省援助しなかった。こんな例がたくさんある。こういったものをね、私たち活用しなきゃダメなんですよ。で、私がもう一つ言いたいことは、これはこの2人とも大蔵省にいたからよく分かってるんでしょうけど、日本のね、会計制度は全く古くて間違ってるんですよ。皆さんのね、家で奥さんはね、みんな家計簿つけてらっしゃる。それはね、なかなかね、高知にかけていてね、子供は再来年学校に入るから、いい学校に入りたいから学費が高いことで貯金しようとか、あるいはね、家のローンを払うとか、あるいはですね、ちょっと病気になりがちの誰だろう、それをですね、親を見取るためにね、とにかく医療費というものを今から貯めておこうとか、みんな苦労してる。これは専門的に言うと発生主義、複式合起。ところが日本は先進国の中で日本だけ、開発途上国もそうですけどね、ほとんどの国は発生主義、複式簿記なのに、日本だけ単式簿記な、大副長と同じなん。こんなバカなことをやってる国は、近くの北朝鮮、それからね、パプアニューギニア、フィリピンだ。マレーシアはつい最近までやってたけど、これはいかんということで複式簿記に直しました。なんで日本がやらないんですかね。国がやってるね、めちゃくちゃな財政運営、わけのわかんないで、透明性のない特別会計になったら、これやったらちゃんと分かってくる。国はですね、
地方自治体に外部監査を入れなさい、財政ちゃんとするために外部監査を入れると法律まで作った。東京もやりましたよ。東京その前にね、私就任してみたら東京の銀行になんともっと貯金があると思ったら200億しかなかった。えらいところへ嫁に来ちゃったなと私思いましたね。それでね、中地さんという私の親しい当時の公認会計局の会長と相談して、この国ないまずバランスシートを作った。それから財務省税がめっちゃ出るんですよ。反省心福祉状況ですね、随分お金かけて、ちょっと公共自治体の福祉動きが難しいんですけども、やりました。そのお金で財政はですね、合理化されて財政再建して、5年目には貯金が200億から1兆落ちましたよ。なんで国それやらないんですか。国がやったらいいじゃないですか。私がやりだしたら橋本君って東京の府知事が、大阪の府知事が、ね、すぐ真似してやってくれた。愛知県も真似をした。新潟県もやりだした。大きな政令としていくつかのやりが真似だした。全部タダでノアを差し上げてる。なんで国がやらないんですか。私はね、もし私たちがある影響力を持つ政党になれたら、まずこの国の皆さんの税金がね、どう使われてるかはっきりさせるための、まず会計制度を変えますよ。そして外部監査を入れますよ。外部監査を入れたらね、公認会計士がこれおかしいあれおかしいといろんなゴロが出てくる。国はやってるっていう。誰がやってるかって言ったら会計検査、役人が役人調べだってね、ゴロが出てくるわけないじゃないですか。こういうバカなことをね、続けてやってる国は日本だけなんですよ。私は前から言ってる、全然変わらない。自民党も変わらない。本当言うと今度もね、また勢いがあるらしいけどね、私はね18年前にこの自民党にうんざりして辞めた。25年の永年金属の表彰された時にね、この国はもうダメだ、自民党もダメだと辞めました。その演説聞いて一番感動して駆けつけてきて涙流して握手してくれたの田中真紀子だったけどねもう田中真紀子に放送論事って言われて大変嬉しいんですがね、いずれにしろね、私たちが何をしようとしているかとは今言ったことなんです。それからもう一つ、憲法ですよ。この憲法を変えなかったらどうするんですよ、この国は。とにかくね、中央の官僚がね、非常に硬直した考えでね、融通を利かない政治してる。例えばね、この中山さん文部大臣やってる時に文部省って言っちゃうけど、バカの集まりみたいな役所なんだ。それがね、ゆとりの教育なんてやりましてね、土曜日休みにしろって言うの子供たちとか、途端に学力が落ちた。なかなか変えなかったの、中山さんが一括してね、やめろって言ってやめさせた。そういうね、ちゃんと物事を断定して言い切る政治家は日本に少なくなった。奥さんの中山さんだってね、拉致事件で苦労したでしょ。しかしね、北朝鮮に状況証拠にいた200人近い人間がさらわれて、一部の人は殺されてる。日本海で捕まってね、漁船で逮捕された。おじさんと若い若者を2人連れていかれて、その人は目の前でおじさん殴り殺されたんですよ。でその人は向こうへ残ってね、なんか組織の幹部になって、どこか代表団がやってるんで日本に帰ってきて、一言も日本語喋らなかったけども、昔の仲間に会った時にボソッと日本語で何言ったかって言ったら、自分のおじさんをね、向こうに連れてくれて、なんだ年寄りだな、役に立たない、目の前で殴り殺された。私は別に見たわけじゃない、新聞に書いてあったんだから。そういう事例がね、こと書かない。なんで日本はですね、たくさんの道具を盗まれて連れて行かれてね、帰ってこない。これを抗議して取り戻せない、憲法のせいじゃないですか。9条なんてバカな条項があるからね、あの国は絶対戦争ができない、自分で手縛ってるから、何やったってとにかく私たちに向かって激しく抗議することはないんだ。高くくられてですね、次々に私たちの仲間がさらわれていった。ほとんどの人は帰ってこない。これ憲法のせいじゃないですか。こんなねバカな憲法を変えなかったらね、皆さんね、憲法をちょっとね、また戦争か。そうじゃないんですよ。国を守るためにね、もっと力強くしなきゃいけない。中山さんが主計官の時に何やったかって、私見事だと思ったら、防衛費をね上乗せしようと思うとみんなが反対する。彼だけは思い切って予算をつけた。それでも実はまだまだ足りない。足りないよな、絶対足りない。今バイデンとこれ言ってる。そういうことも必要なんですよ、この国守るためにね。性格だってね、勝手なこと言われてね、とにかく
とにかく手を出さない、そして情報を隠す。この間も自分のね職を落としてあのビデオをリリースした、解放した石君がある、まあ、賞をもらいました、論文で。その親に言ったんだけど、彼とはね2年前に外人客の講演聞いて話をするようになったんだが、とにかくね帰国のある人間、そうである官僚がですね皆さんの信念ことを知らそうと思って情報を提供すると空軍になる。あの要するに幕僚長だった東南の空軍の幕僚長だったですね玉川さんを正しいことを論文に書いた、それだけで空軍になる。正しいことを言ったにはクビになる。こんな硬直した政治を直さなかったら日本はいつまでたっても沈む一方ですよ。どうか皆さんね、それみんな一緒にこの日本の維新の会と一緒に考えてですね今度の選挙の選択をしていただきたいし、こういう気骨のある政治家をねもう一回しっかりね送り出していただきたい。じゃないとね日本の企業の官僚とは何もできませんよ。まあいろんなことを申しましたが、私がこれから申し上げることだけで私は覚えておいていただきたい。これはね世界の中で有色人種の中で近代国家を作ったのは日本人だけです。私はじいさんばあさんひじいさんひいばあさんがやったんだ、明治の人間たちがやったんで、維新をやって、その明治の人たちの私たちのね自我の先祖をですねその気概を表彰する言葉を福沢諭吉は言ってますよ。このことだけ皆さん覚えておいたら結構なの。それはね、立国は公にあらず、私なり、この国を何とか立てていこう、何とかね、立派な国していこう、どうしたら日本をシャットするかということを考えることは、公事じゃない、皆さん自身にとって一番大事な、一番大切な私事だ、福沢言ってるわけです。そしてその前にもう一行でありますね。独立の心なき者、国を思うこと、親切ならず、私がやるんだ、俺がやるんだって嫌いのない人間がね、国政を論じて国を論じたってね、親切じゃない。その親切はね、困ってる人に親切なさい、あの親切じゃない。深く切る。そういうことだったと。いい言葉ですね。独立の心の中の国を思うこと、親切なら、そして、立国は公あず、私ごと。皆さんにとって、皆さんのお子さんにとって、お孫さんにとって一番大切な大切な私事なんですよ。それを、ね、一つ胸にしまってね、今度の選挙の選択していただきたい。みんなでやればできる。もう一回ね、この平成の意思をやりましょう、みんなで。それ国を持ち上げましょう。そのためにね、これ中山さん、皆さんの手でね、そうそう、役に乗り上げることはっきり役にしてやってきた、この機会の政治家をね、皆さんの手で新しい代表としてもう一回しっかり送り出していただきたい。それを切にお願いします。よろしくお願いします。みんなで一緒にやろう、やりましょう。ありがとう。よろしくどうぞ。ありがとう。それでは日本維新の会宮崎県連区公認候補中山成明がご挨拶を申し上げます。あ、石原大臣が飛行機の時間がありますのでこれで失礼をさせていただきます。皆様、今一度大きな話をよろしくお願いいたします。
今の時代7掛けでいいんではないか、そんな風に思います。80歳だと56歳、皆さん頑張っていきましょう。健康に気をつけて、体がしっかりしていればみんなで働いたり楽しんだりして明るい社会を作っていきたいと思っております。今宮崎の町がこれまでに比べて寂しい、人通りの少ない、今日はこんなにたくさんお出ましいただきましたけれども、普段やっぱり寂しい町に思えます。宮崎の町はこんな寂しい町であってよいとは決して思えません。宮崎は明るく豊かな町のはずです。中山成明、私も宮崎の町が明るく、そしてみんなが明るい表情で過ごせる、そういう町を作っていきたい思っております。必要な公共事業、今公共事業の予算額が減っていますけれども、必要な公共事業をやらなければなりません。このための費用を惜しんではならないと思っております。予算のやり方はお任せいただければ確実な形で財源を作ってまいります。宮崎の町をもう一回明るい町に作り変えていきたい、中山成明、心の底からそう思って今立候補しております。また教育の問題、政治の問題、社会保障の問題、やらなければならないこと、今のこの何年間かとどまってしまってやれていないことがたくさんあります。どうぞ中山成明を思いっきり使って、宮崎の町を豊かな町に作り変えていこうではございませんか。子供の頃から世のために自分は生まれてきたと考えて、自分を鍛え、皆様のために役に立つような、そういう人間にならなければと思って育ってきている男でございます。思いっきり使ってみてください。使い手はたっぷりあると考えております。西郷隆盛の言葉に、一訓でございますけど、一訓って残した言葉に、命もいらず名もいらず、官位、官位というのは地位ですね、地位も金もいらぬものは始末に困るものなり、だけどこの始末に困るもの、命も名も地位も全てを捨てて尽くす、そういうものでなければ国家の大業は成し得ない、という西郷隆盛がそういう言葉を残しております。中山成明、全てを捧げて宮崎のため、国のために尽くす覚悟をして政治の世界に飛び込んでおります。私としては、家庭としてはですね、まあ始末に困るんですけれども、でも世の中に私利私欲を捨てて、画業を捨てて、画欲を捨てて、宮崎のため、ふるさとのため、国のために尽くす覚悟をした男がいてもいいと、そんな思いで私は家庭の中で読みながら見ております。どうぞしっかりした政治の理念、しっかりした人生観、しっかりした国家観を持った男がここでうずうずしています。皆様どうぞそのことをご理解いただきまして、中山成明に仕事をさせていただきたい思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。一生懸命頑張ってまいりますので、どうぞお使ってみてください。心からお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
それでは高山財役本部が皆様にご挨拶を申し上げます。皆様こんにちは、中山成明でございます。今日は本当に良か天気に恵まれまして、たくさんの方に来ていただいて、もうこれに優るものはありません。本当に皆さんありがとうございます。まあ、私もいろいろありましてですね、大変でしたけども、だけどその私を信じてこうしてついてきてくださった皆さん方にまずもって御礼申し上げます。本当にありがとうございます。まず皆さんですね、一つ嬉しい話から始めたいと思いますけど、先ほど石原代表も言われましたけど、一人教育の見直しをいたしました。大体もともと私は経済関係の仕事をしてきたんですけども、文科大臣になりました。なんかのどうしてかなと思ったんだけど、そうか、教育改革をしないかと、そういう使命を与えたのかなと思いましてですね、それですぐ文科学省に乗り込みまして、今それまで20万年続いてたんですよ、ゆとり教育。それをですね、ゆとり教育見直すと、ゆとり教育なんかしてゆとりはないって言ってですね、もう官僚たちを説得して変えたんですね。そうしたら皆さん、昨日一昨日ニュースに出たでしょ、子どもたちの学力 TIMSS と言いましてですね、世界のその学力を調べる調査、なんと上がってるんですよ、上がってるの。もう本当にね、まだたったわずかの間ですけど、やっぱり教科書を厚くする、授業時間を増やす、先生方がやる気を出した、それだけでもですね、それだけでも学力上がるんです。本当よかったなと。私、これこそやっぱり政治主導、官僚たちを説得して、政治家としてこういう方向に行かなきゃいかんのだということをですね、私やりました。もう本当に民主党というのは政治主導とか脱官僚と言いますけどね、全然違うんですよ。野田総理なんかね、何ですか、増税増税と。私おりました、今財務省ですね、財務省のね、ポチなんでポチ、また財務省の言うことしか聞かなくて増税でしょ。あ、はい、そうじゃなくて、官僚たちは頭がいいけども、その頭の良さを超えて、しかも人生経験背景すべてものをぶつけてですね、官僚たちと戦っていく、官僚を超える政治家でなければ皆さんこの政治はできない、改革はできないということをですね、私はまず自分でもって確かめることができたと思っています。これからやるのは私は財政改革、経済改革をやらないかん、まあこう思っているところでございます。私は日教組批判で本当ですね、失言失言と言ってですね、マスコミから戦いました。失言というのはですね、この前の官房長官、なんですか、北朝鮮 のミサイル早く上がればいいと、ああいうこと言うのが実は失言なんですね。私のはですね、失言じゃないです、言わなきゃいけなかったから言う問題提起発言だから。今皆さん、安倍総裁までもね、日教組が悪い、日教組が悪いって言ってるじゃないですか。で、頃自民党の中で誰も私は援護する人いなかった、中山大臣は間違ってる間違ってる、ただ一人だけですね、エールを送ってくれたのが当時大阪の副知事だった橋本さんだけです。橋本当時の知事だけが中山大臣は正しいと言ってくれたんです。その橋本さんと私は維新の会で一緒にね、この改革ができるということ、本当になんか巡り合わせだなと、こういうふうに思っているところでございます。まあそういうことで、もう立教その問題終わりました。ただですね、皆さん申し上げておきますが、宮崎は人気層があんまりいないんですよ。だから宮崎の子どもたちの学力が高いんですよ。ね、もう泳ぎもいい、ちゃんと挨拶もする、こういうですね、温かいこの大自然の中で育った子どもたちがこれから世界に出て大活躍をする、そういう子どもたちを私たちは育んでいかないかと、私はそのように思っているところでございます。私は民主党政権は日本を滅ぼすことになる、こう言ってもう次は出ないと。実は当時人気絶頂の東国原知事と話をしました。自分はしばらく休むから、あなたが代わりに出てくれないか、あなたが全国を回れば20議席ぐらい増えて民主党政権の誕生を阻止することができるかもしれない、そしてあなたは東京都知事に出ればいいんじゃないか、
それまで2年間俺は休んでるから分かりましたということだったんですけど、結局ですね金は出なかった。それが私は非常にみっともないことになったわけでございます。私は本当に政治生命をかけて民主党政権の誕生を阻止したかった、命がけでございました。女王が言いましたですね、いつだって命がけ、西郷隆盛は言いました、国のためならいつでも死ねんと、そういう思いでやったんでございます。しかし残念ながら民主党政権が誕生しました。私本当にですね落ち込みました。なんで分かってくれないんだ、しばらく落ち込んでおりました。だけど皆さん、法定期が発生しました。皆さんに法定期が発生した。もう民主党政権、大臣は赤松さんとか言ってね、なんかあの名古屋の組合の出身、宮崎の農家のことなんか関係ない、メキシコに遊びじゃないけどなんか行っちゃったですね。そして宮崎の民主党の議員はみんな一年生議員、なんもできない。本当に私は腹立たしくて申し訳なくて、なぜ申し訳なかったか、12年前、皆さん12年前に法定期が発生したことを覚えていらっしゃいますか。あの時はですね、江藤先生、大原先生、堀野先生、もうみんな亡くなりました。そして私がいたんです。また20歳ぐらい若かった、一番若かったけど、 山中先生、鹿児島の山中先生からですね号令がかかった、おい宮崎で大変なことが起こってるぞ、大集合を買いまして、そして私には大蔵省に100億円もらってこい、江藤君と堀之内君は農民省を動かせ、同じに体制が整いまして、たった37トン殺処分で済んだんですよ。琴美さんどうでしたか。29万トンもの殺処分を殺処分しなきゃならなかった。私それを見てですね本当に歯がゆくて、自分がバッジをつけてない、これが本当に残念だった。だから私はもう衆議院でなくてもいい、参議院でも出よう、参議院出てなんとか宮崎のためにやろうとした。ところが自民党県連、私が全国比例代表に出ることを反対、それじゃあ東京都に移して東京都から全国比例代表に出すから、自民党の幹部の人たちが一生懸命言ってくれた、それもダメだって言うんです。それで結局どうなったか、安倍総裁がですね、それじゃあ中山さんもう立ち上がれ日本に行って、そしてそこから全国比例代表に出て、そして民主党過半数を取らないようにやってくれ、私は北海道から沖縄まで走り回りました。その安倍さんが実は平沼さんと相談して私を立ち上がりに移した。安倍総理になりましたからですね、中山さんまた自民党に帰ってきてくれないかという話もあるんです。なかなかそれ県連がうんと言わない、大体皆さんですねあんまり人の悪口は言いたくないけど、各県自民党県連がありますけど、県連会長が県外にいるのかどこも問題あるんです。あんまり人のことのこと言いたくないけど、やっぱりですね国会議員が県連会長にならなきゃいけないんです。私はそういう意味で前の時は自民党ダメだから民主党、今度また自民党と、小泉さん全然反省がないと思うんですね。そういう意味で安倍さんの話をしましたけど、この前安倍さんに実は電話で話をしたんです。安倍さんがですね建設国債を日銀が引き受けて、それで政府が財政出動すると、あいいこと言うなと思ったらですね、野田総理、それで日銀総裁がとんでもない、そんなことをしたらハイパーインフレになっちゃうと言われて、安倍さんちょっと後すざりしちゃったんですね。それでなんか会話でやるんだよやるんだってから電話しました。もう今はね味方じゃないんだけど、相手に塩を送ることもないのかもしれんけど、私が実は安倍さんにレクチャーしてたことなんです。安倍さん無利子の、だから返す必要のない国債を日銀が引き受けるか、あるいは政府通貨発行権というのを持ってます。皆さん方1000円玉とか500円玉ありますね、あれは財務省が通貨発行権利用して出してるんです。どっちかでもって、私は5年間で200兆円と言ってます。5年間で200兆円の財源を作る、これでもってですね
この不況を一挙に吹き飛ばそうと、そういう話をずっと安倍さんにしてたんです。で、安倍さんにちょっと電話で話したんですけど、今から新幹線に乗られるかってことだと思うんですから、また後で選挙がありましたらまたご説明に参りますと、まあ、こういうふうに言ったんですけどね、本当は皆さん安倍総裁に、安倍総理に中山財務大臣だったらすぐ景気が良くなるんですけど、本当に残念でございます。まあそういうことで、その財源で何をするか、これは一つはですね、民主党がなんかね、悪みたいに言うけど、公共投資やないかんですよ。まだ宮崎なんか、ね、高速道路もできてないでしょ。私の目標というのは、日南から串間、志布志、鹿児島にずっと高速道路をつないで、今できてますね。海老野から小林、宮根城、宮崎、ぐるーっと取り巻くベルトウェイ、環状高速道路を作りたいんです。さらに私は新幹線も作りたいってですね、やってたんですよ。JR 九州小倉の工場にフリーゲージトレインと言いますね。本州から入ってきた時はこう車幅を狭める、こっちから出ていく時は幅を広げる、そういうフリーゲージトレインのですね、実験をやらせてたんですけど、民主党政権になりまして事業仕分けになります。皆さん事業仕分けで皆さん大喝采してたけど、私は本当歯がゆい思いで見てました。なぜか私は文部科学大臣でですね、推進しておりましたスーパーコンピュータースパコン、なぜ1番でなきゃいかんのか、2番ではいいんじゃないかという人もいましてですね、あれ私が推進したんですけど残念だったまりませんです。それから iPS 細胞、あれもですね事業仕分けされた、このノーベル賞になったらもっと増やしちゃった。それからイーター計画といいましてね、これは今脱原発とか卒原発とか言ってますけど、これは地上にね小さな太陽をする熱核分裂であって融合する形でですねエネルギーを取り出すという6000度以上のですね実は熱が出る、それをこうまた閉じ込める技術がないもんですから、私が文科大臣の時にですねフランスのカタラシューというところに本部を作り、日本では青森の六ヶ所村に副本部を作った。これができればエネルギー問題を全て解決するんです。ただ30年か40年かかるんです。その間はどうするかということだったんですけど、これもね事業仕分けしたらいいですよ。本当に皆さん、私がせっかくゆとり教育の見直しをやって全国学力テストを入れたのに、これもやめだ、教員の免許更新制もダメだ。本当にそういう意味で私は民主党の幹事長、誰か知ってますか、星一さんっていうんですよね、あの人は日教組の親分なんですよ。あの人がテレビに出てくると本当に嫌でね、すぐスイッチをこう振ってましたけどね。まあそういうことで民主党は本当ダメでしたけど、そういったことでですね、そういうものに要するにその財源を使いたい、公共事業、それからそういう新しい技術開発、そしてまだ私が考えたのはチャイナリスクということを私はずっと前から言ってた。日本の企業が先を争って中国にどんどん行く、中国危ないよ危ないよ、しかし企業に愛国心求めても無理だ。今ご覧ください皆さん、本当に中国に出ていった企業は大赤字書いて帰りに帰れない、その人たちをですねしかし返さないかん、返してこの地方に宮崎に企業を立地させる、その補助金に使う。キャノンのねキャノンの御手洗さんというのは大分の出身なんですよ。この方が私に言われた、中山京子の後援会長じゃないかな、中山さん高速道路ができたらキャノンの工場をもっと宮崎に作りますよ、こう言ってくれてるんです。そういう意味でですねやっぱりそういったものに使わないか。それから資源というと尖閣列島、皆さんあそこの地下にはね1000兆円、先ほど石原代表が938兆円の借金と言われたけど、これを上回る資源が眠ってるんです。あれも開発してんじゃないか、あれはメタンハイドレーありますね、あれはレアメタルもいっぱい発見されてる、そういったものも使ったらいいんじゃないか、そういうことにしてですねもう一回日本の経済を活性化させる。今なぜ円高が、これは通貨お金の量が少ないからです。そしてそういう意味で民間が元気がないときは政府が主導して
事業を始めれば民間それについてくる。公共事業が始まれば民間の建設会社が住居を買ったり人を雇ったりするでしょ。そういう形でまず国が主導して民間を巻き込んで景気を良くする。そして経済成長路線に乗せる。これが今求められているんです。そういうことを私は本当にやったら止まらない、うそうそしてるんですけど、これもね、当選しなかったらどうしようありません。あんまり長い話は見ませんけど、もう一度皆さん話したい。3月11日あの東北の震災、大津波ありましたね。仙台空港がずーっと流されていく、あれを見て何を連想したか。私宮崎のね、平野を思い出しました。これは大変だ、宮崎の平野に津波が来たらずっと流されてしまうな。皆さん方覚えていらっしゃいますか。とんところの大津波があったんです。350年前にこの宮崎平野がやられたんです。皆さん必ず災害をやってくる。だからそのお金はですね、いわゆるその災害防止のためのお金もしなきゃいけません。宮崎の平野、あその海岸にまさか高い堤防を作らなきゃいけません。これ景観を失いますから。だからそこにですね、高層のマンションを作る。佐土原からですね、住吉、そして吉村から赤江から青島までですね、10階以上のマンションを作る。そこにはエレベーターをたくさん作る。そしてベランダを広くする。いざとなったらそこに近隣の住民が逃げ込むようにする。そこにはもちろん地元の人も住んでもらってもいいけど、今都会でリタイア人たち、した人たち、シニアの人たちが退屈して時間を持て余してますから、その人たちを呼ぶんですよ。私の構想、シルバータウン構想と言いますけど、そして宮崎に来てもらってですね、釣りをしてもいいし、ゴルフしてもいいし、あるいは家庭菜園してもいいし、アイアンに行ってね、工芸をやってもいい。そうすればどうですか。地元の農産物やら魚も高く売れる。たくさんの金を落としてくれるわけですから、もう一石三鳥に一鳥、四鳥くらいかな。建設業の人たちもいいわけですからね。そういったことをね、私やりたい。そういうことを私はね、栃木市長と一緒にやりたいんですよ。栃木さんと、栃木さんもあと1年ちょっとですからね、何かね、やらないかんでしょう。皆さん一緒になって私はやりたいと思っています。そういう形にしてですね、宮崎をね、私は宮崎が大好きなんですよ。宮崎が大好きで、ここでもうね、骨を詰めようと思ってるんだけど、どこのふるさとにも負けない宮崎にしたいんです。この私を運んでくれた宮崎が大好きだから、どこの県にも負けないふるさとにしたい。これが私の思いです。だけど皆さん、今ね、今日の新聞見たらがっかりしましたね。なんか私は3番目らしいですねでもずっと回っての感触が違うんですよ。感触が違う、ものすごく感じがいい。私も選挙10回やりました。残念ながら6勝4敗でだいぶ負け多いんですけど、だからよく分かるんですけど、今度は非常に感触がいい。だから新聞記事見てですね、維新の支持者が私は6割しか支持してない。しかし維新と中山町は当たり前で一緒ですよね。それからまだ4割の人が態度を決めてない。皆さん、まだ今からです。今から今日明日明後日ありますね。この3日間でですね、ぜひぜひこの中山成明を押し上げてもらいたいと思うんです。ちょうどいい時にね、石原さん来てくれました。これからね、上げ潮になっていくという思ってるんですけど、もう一つ申し上げますが、皆さんね、私も当選1回、2回、3回、当選6回、大臣も2回やりました。一つの方は5日間しか務まりませんでしたけど、まあ大臣なんていつだってできるんですよ。だから大したことない。今からいくらでも大臣できますけど、やっぱりね、1年生、2年生というのはね、何の仕事もできないんです。田中角栄さんが意味づく言いました。ある新人議員がね、先生、1年生議員の仕事は何ができるんですか。その2年生議員になることだ。だから地元に帰って選挙運動しろってやる。これから10年間皆さん、お金も人も物も東北へと流れてきますよ、ね、その時ですね、宮崎だけはこの中山の払いもおりますけど、家庭で言えば奥さんの財布握っているのが財務省なんです。宮崎だけは特別金をくれ、後輩たちが待ってますからね。
だから知事さんや市長さんと一緒に陳情して宮崎にたくさんの金を持ってこれるのは私だけなんです。そのことを分かってもらいたい。ところがなかなか宮崎の人は分からないですね。高速道路が欲しいと言いながら運輸大臣の江藤さんを落とすんでしょ、ね、景気悪いと言いながら金を持ってくる力を持ってるこの中山内閣前も落とした、今度も落とそうとしてる。皆さん本当に変な県民性ですね。本当私は分からないです。私もですね、もう当選6回で大臣も2回やり、中央政界においてはね、もう力のある政治家として中央では認められてる。だけどですね、この地元で私の息子より若い人と戦わないか、しかも負けてるって言うんですね。もう悲しくてね、もう泣き言ったんですよね。皆さんの方もね、そういうことをやっぱり私の良識の話戦ったと思うんです。ほとんど宮崎の人はそうじゃないかと思いますよ。私今日もずっと回りました。私の全部個別訪問いたしましたから手を振ってくださるんです。ただね、やっぱりもう一つ中押しが足りないのかな。だから今日集まりの皆さん方はですね、その方々に中山であれしかもないよ宮崎は、こういうふうに言っていただけば、あそうだなと、もう一回そういえば中山さんうちに来てくれって言ったな、なんか名刺がこう直筆の名刺が持ってあったな、分かってくださるはずなんです。そういう意味でどうか皆さんですね、中山であれだけどどうしても当選欲しい、当選させてほしい。2区の江藤君、3区の古川君、そして松下君もね、これからですよ、まだ今から力をつけてくるけど、その間は私が頑張らなきゃいかんのです。宮崎のためには本当に何が起こるか分からない、それこそ大津波が起こるか、あれまた防災系が起こるか分からんけど、そういう時です皆さん、頼りになる政治家が中央にいないと、国政にいないと困るのはね、地元の皆さん方なんです。このこともね、ぜひ分かってもらいたい、まあ、心からお願い申し上げます。それからこの余計なことも かもしれませんが、本当は選対部長という話かもしれませんけどね、どういう選挙区としたいんだろう。皆さん方携帯持ってないでしょ、携帯ほとんどの方携帯持ってありますから、そこにああいうあから始まってあり得るル行かな、もうそっちのあんまり少ないけど、これもう一回皆さん全部ね、電話でもメールでもしてください。そしてそれ頼んだらね、頼むようじゃなくてその人もさらに他の人を頼んでくださいという形でネズミ子式ね、ネズミさん式に頼んでいただくと、よ余分なこと余計なこと言いますけど、まあそれでしないと間に合わないかと思いますのでね、ぜひそういう形でその支援の方を広げてもらいたい。これがもう一番効くんじゃないかと思います。もう本当に皆さんです、私は今回の選挙本当に背水の陣であります。もうはっきり言って今度負けたらもう記録もなくなるかな、もちろん金はありませんけどですね、まあそういうことで背水の陣で戦いますが、もし当選させていただければですね、石原さんの年に丸になるまでまだ10年以上なんですよ。石原さんも元気ですよ。あの人は週に3回1000メートル休まないで泳ぐそうです。なかなかいかんと思いますけど、私もガキの頃から鍛えに鍛えて、まあ今空手は上にも入って6段ですよね。それぐらいの体力と気力を持ってこれから日本のためにもやる、安倍さんと一緒にいろいろレクチャーしながらやるけど、宮崎のことを皆さん誰が一番面倒見てね、国から金のそういう予算を持ってきてくれますか。中山成明しかいないはず。そのことをね、もう何度も何度もお願いしたい。本当に私はここにこう立つのはこれが最後かもしれない、そういう思いで今日は訴えてます。どうか何度も何度もここで正してた選挙のため一歩でこうしてずっとね、本当私が辛い時も激励し励まして、今日もこうして来てくださった皆さん方と一緒にまた宮崎のために戦い、そして宮崎を良くするために戦っていきたい、仕事をしていきたい思ってますので、よろしくお願い申し上げます。長い話になりましたが、ご清聴いただきましてありがとうございました。皆さん食べますよ、宮崎には中山成明が必要だ、中山成明を落としたらならん、こういうメールでもでもでいいから、これから徹底してやってください。必ず当選できると私は信じます。私にはこんなたくさんの人が、今日の人は誰も動員された方は誰もいないんだから、みんな一人一人が自分の意思で来てくれ、これが私の強みだと思ってます。お願いしますよ、頼みます。それでは丹波羅山賞日本維新の会宮崎県第一支部青年部を代表いたしまして、第6の正木
いたします。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。本日は公私ともにお忙しい中、多数ご参集くださいまして誠にありがとうございます。青年部を代表いたしまして心から感謝を申し上げます。今回の選挙戦、まだまだ厳しい状況にあります。しかしあと一歩、あと一歩です。この戦い、宮崎のため、日本のためにも必ず勝たなければなりません。本当に今誰が一番必要なのか、たくさんの方々に再度訴えていただき、皆様方とのこれまでの戦いと残り3日間、これからの戦いが必ず意を結びますよう、日本維新の会公認中山成明候補に絶大なるご支持ご支援を賜りますよう、切にお願いいたしまして、頑張ろう参照の温度とさせていただきます。それではご準備願います。中山成明候補の必勝を期し、最後の最後まで頑張ろう、総理大臣すれば本当に日本変わると思ってます。大体 TPP なんてなんですよ、安倍さんだったのに結局ね交渉に入っていっちゃうノーと言えるのは石原さん、もし石原さんが総理大臣になったら絶対 TPP なんかやらないっていうことだけは皆さんご理解いただきたいと思います。最後になりました、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆様お寒い中本当に長時間ありがとうございました。以上をもちまして日本維新の会政党演説会を終わらさせていただきます。本当にありがとうございました。本日はたくさんの皆様方にご参集いただきまして、中山に激励をいただきました。心から